はい、ではですね、前回からの続きなんですけども、レベル上げをしました、1ずつぐらいしか上がってないんですけど、もう間もなく27まで上がるんで、これでちょっと行こうかなと思います。はい、ということで今から風見の塔に向かいます。松明も持ったんでね、今回、こっちですね。はい、はい、行きましたよ。お、松明いらなかった。結構買ってきたのにな。暗くなかったですね。そしてこう来て、おっとエンカウントじゃないんで敵いないですね。あらららら、敵がいない。宝箱どっかにあるのかな。これは願ったりですね。宝箱あれば嬉しいけどな。そんなでも簡単にくれないんでしょうね。お、やあお待たせ。これが例の大ダコだよ。この棒にぶら下がればいいんだ。ここから走って行ってごらん。わあすごい、メーベみたいですね。ヒューン、おーすごい、おーおーおー、ヒューン、なんだなんだ、勝手に動いてますけどね。あ、落とされた。あ、やられた。まああのタコはもう不要だ。アクダムメイク、今行くぞ。お客様だね。さあ私と一緒に踊りましょう。シルフィの目を見た途端、男たちはうつろな目つきになった。王子、リュナ、ゲール、一体どうしたの？体が言うことを聞かない。早速私の術にはまったようだね。おや、女が混ざっているようね。ゆっくりと始末してあげましょう。これでますますベラミス様もお喜びになられますわ。その前にいいことを教えて差し上げましょう。この国の宝をご存知かしら。まさかギルモアの虹では。そうよ、よくご存知。私はそれを手に入れるためにこの国に来ましたのよ。でももう役目は終わりましたわ。ふぬけの王様からいただきましたもの。色仕掛けで騙し取ったな。騙し取ったなんて人聞きの悪い。いただいたのですよ、踊りの報酬として。そんな勝手な理屈は許しません。返しなさい。お黙り。小娘の分際で私に立てつくとは。でもいいわ、どうせもうすぐ死ぬんだから許してあげる。ギルモアの虹はつい今しがた大鷲に持たせてベラミス様のもとへ送りましたわ。さあ、おしゃべりはもうおしまい。たっぷりと可愛がってあげましょう。お前たち、おどき。なんと、わお、うわーすげー、恐ろしいな。500しかないんですけどね。参ったな、沈黙か。この辺は効かないだろうしな。正気に戻ってくれればいいですけどね、みんな。パンチして戻るわけじゃないからな。戻すあれがないんですよね。そうだな、困ったな。戦うしかない。84、いて、いて、ますます混乱した。やばいやばい。おうおお、やったね。結構強いな。おうおうおう、あ簡単に結構あっさり倒したな。雑魚敵よりも雑魚だったな。踊ってるだけでソニアの相手ではなかったな。癒しのローブ、あーど、何なんだろうこれ、使えるかな。1ゴールド、うわ金も持ってねえよあの女。しけてるな。またしてもまたしても。しかしあの女の役目はもう終わった。アクダム、
今度こそは逃がさないぞ。バカめ、この女が目に入らないのか。セリフかな。あ、ディーナ姫、卑怯な。お褒めの言葉と受け取っておこう。ところで、いつまでもこんなことを繰り返していても仕方あるまい。この辺で決着をつけようではないか。どうだ。望むところだ。行くぞ。おっと、早合点してもらっては困る。姫を返してほしくば、ギルモアの星を持って風よけの穴に来るがいい。ただし、セリオス一人でな。卑怯な。卑怯だと？今までこの町一人に4人で向かってきたのは誰だ。貴様らに卑怯呼ばわりされる覚えはないわ。いいな、必ず一人で来いよ。めっちゃ正論言われましたね。セリオス王子、この度は誠に幸いになった。礼を申すわ。無駄にして焦る国王のことは聞いている。誠に気の毒であった。このセリオス王子、そなたがなぜはるばるとこのソルジ総本まで参ったのか。実は父親の仇を追ってここまで来たんです。それとこの城ではシルフィーという女が陛下や兵士たちをたぶらかして、この国の宝ギルモアの虹を陛下から騙し取ろうとしていたのです。ユイという旅の虜が来たので、城に入れてみんなで踊りを見ていたのだ。その後国王様たちはシルフィーの使う術に操られていたのです。無覚であった踊りを見ていたところまで覚えているのだが、ギルモアの虹はどこにございます。おう、エリオン殿ではないか。そのともこの国へ参っておったのか。ギルモアの虹か。それならいつも懐に入れて持っておる。無茶。アートスは懐に 手を入れた。するとビルビル顔が欺いていた。ない、ギルモアの虹はなくなっておる。やはりそうでしたが、シルフィーとかいう女が騙し取ったのです。なんということじゃ。あれは世界を破滅に導く力を持った石なのじゃ。バーレーのギルモアの涙、ダヌーラのギルモアの星、そしてソルディスのギルモアの虹。あの祖先はこれらの石の力を使いこなすべを知っておったらしいのじゃ。だが今のこの世界にはあの石の力を引き出せる者はおらんすだ。いえ陛下、それがいるらしいのです。なんじゃと。あの石を使える者がおるじゃと。しその者の名は破壊神アブニージャ。アブニージャ、この伝説の会では破壊神からしいのですが、我々にもまだその正体はつかめていません。そうか、あのアブニージャは実在したのか。そんなことよりディーナ姫の声はどうするつもり。ディーナがどうかしたのか。ええ、アクダムにさらわれました。アクダムとはあのセッションのアクダムか。一体何がどうなっておるんじゃ。頭の中混乱してきたわ。私が追ってきた父の仇というのはアクダムなのです。アクダムはファーレンがモンスターに襲われた時、小舟に紛れて父を暗殺したのです。これまで何度もアクダムを追い詰め戦いを挑んだのですが、そのために逃げられて今度もまた。いいか、僕はこれから風よけの穴まで行って姫を取り返してきます。どうかご安心ください。もし我々も風よけの穴まで一緒に参りましょう。ことは王子一人では危険すぎます。なかなか頼もしい王子だ。くれぐれも気をつけるのだぞ。うふーん、わー、大事になってきましたね。必ずディーナ姫を救い出してください。お願いします。任しとけ。皆様、あなたがディーナ姫の言い名付けですか。に書かれて光栄でございます。そうなんだ。ちょっと可愛い声でしたよね。よし、事情分かっております。父親の敵を出ますようお祈りしておりますわ。頑張ります。恥ずかしい話はクエア様に頼んでしまいましたよ。私も事情に怒られてしまいました。目を、あの心を奪われて仕方ない。みんな混乱に陥ってしまったし、一般人ではどうしようもないだろう。よーし、風よけの穴ですね。砂漠の奴隷商人がすっごい美人を連れていったんですって。ハリーさんがとうとう空を飛んだのよ。さっきお城の屋上に大きな凧が降りてくるの見たのよ。あれはきっとハリーさんよ。よし、ハリーさんありがとう。あれ、なんでこんな感じで言った。親父が中にいますね。ヨバが怒っちゃって家に入れてくれないんですよ。まあ
あんなバカ亭主は家に入れてやらないんだから。そうなんだ、かわいそうに。よし、そしたら風よけの穴に行きましょうかね。もうこのままこの足で、敵いませんでしたもんね。風よけの穴はエメの方が近いかな。バズムーンから行ってもいいけどな。あらわしの鈴を使って、いきますか。よし、こっから、こっからレベル上げをしたんで敵と戦う必要がない。逃げたい、逃がしていく。わーお、当たった。なるべく消費せずにいきましょうね。よし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 、順調順調。あー、遠回りしてたな、だいぶぐるっと回っちゃったよ。どっちだよこれ。この辺にないのかな。この辺になんか、あー、あったあった、ここここ、ここですよ。よし、それでは王子、我々はバズムーンに戻っております。どうぞお気をつけて。わあ、ちょっと待って、しまった。俺セーブしたっけ。わあ、なんかセーブしてない気がする。前か、うわー、ちょっと俺セーブちょっとしてないな、こりゃ。うわー、ちょっと装備変えてくればよかったな。まあいいか、もう行ってみますか。男は度胸だ、レスの根もあるしね。行ってみましょう、行ってみよう。敵が出ないな。よく来たな、セリオス。本当に一人で来るとはバカなやつよ。うるさい、リーナ姫はどこだ。リーナ姫だと。あいつなら砂漠に捨ててきたわい。なんてやつだ。今頃はもう息絶えているだろう。砂漠に、なんてことを。アクダム、今までの悪事の清算をしてやる。覚悟しろ。周りから倒すべきですかね。いけ、自分が封じられた。しかし封じられた逃げ道はなかった。6体では効果がないけど気がつかない。こうなって仕方ない、呪文なしで勝負だ。なんでサイレンスになったんでしょうね。よし、やばやば、あ、が出ればな。あ、まだレスの根あったかな。あ、なる。よし、うわー、そこの地域か。よし、ここでまだレスの根あるかな。あ、もうないね、レスの根しかない。わお、あ、使えないんだ、レスの歯。いけ、落ちかないな。おっしゃ、来た。よし、返しの一撃くれよ。レスの歯、あれ、もうレスの歯ないんじゃない、もしかして。うひょー、ありませんがな。そ
ぞ。あと一撃くらいなんだけどな。入ったな。ハフーあと一発だったのにレースの根が。くそー、どうしよう。直前に戻りましょうか。いけそうな気はする。わあわあわあ、まだあるな。よし、わおわお、さっきより厳しそうだな。全然ダメだ、防御力が低すぎるんだ。笑う実は倒してないんだ。えって感じになって、めっちゃえって顔されたじゃん。あー、面白い。はぁみたいな。笑うなぁ。もう別にレスの根さえ買っていけばどうってことないですね。4つぐらい買っていけばいいでしょ。ね。はい。そして、まあ、装備を、ソニアのプラチナの盾を変え、ちょっと借りよう。で、銀の盾をつけて、羽の鎧なんで、ちょっと水晶の鎧を借りますかね。よし、これでしばらくクイックの鎧を借りとくか。よっしゃ、これでいいでしょう。我慢してもらって、もうセーブしちゃおう。さあ、これでいいかな。いけるかな。どこだったっけ。あ、風よけの穴いけますね。じゃあもうこれ使っていきましょうか。これでだいぶ違うだろう。よし。今のでも、あ、失敗してよかったかもしれない。それでは王子、我々はバズヌーンに戻っております。2回目。どうぞお気をつけて。さっきのよかったな。 あれちょっと見れてよかったですね。でもあれなんか気まずそうなセリウスがよかったですね。実はみたいな。よく来たなセリウス。本当に一人で来るとはバカなやつよ。うるさいぞ。リーナ姫はどこだ。リーナ姫だと。あいつなら砂漠に捨ててきたわい。今頃はもう息絶えているだろう。砂漠に、なんてことを。アクダム、今までの悪事の清算をしてやる。覚悟しろ。覚悟しろ。もう負けないぞ。ちゃんと整えてきたからな。よし、そしたらどうしましょう。まあもう小細工なしで戦おう。一体何が起こったのだ。呪文が封じられているとは。アクダムは逃げ出した。しかし入口は塞がれ逃げ道はなかった。アクダムはアバンダの翼を使った。アクダムは洞窟内では効果がないことに気がつかない。ううこうなっては仕方がない。呪文なしで勝負だ。おうおうおう、こあーくそいけ、いけ、よっしゃ、2度目だ。痛恨の一撃、強2発で死ぬかな。やばいですね。
死ぬかもしれないな。デスなのかな。よし。青青ない。デスなのね。え。おしゃ。だぜ。おっとお前だけだぞもう。で、わお。ほら。よし。打ち切り。さあ行きますよ皆さん。倒します。おっとアクダモ。正義の鉄拳。俺の鉄拳を食らえ。食らっ。セリオス、強くなったな。だが、わしを倒したとて、この世界に平和が訪れることはない。セリオス、アグニー者には気をつけろ。よく言うよな、セリオスの父親を倒しといて。ぶっ殺しといてですね。ギルマの涙を持っていた。ギルマの涙を手に入れた。4000ポイント、2000ゴールドを手に入れた。おほー、レベル上がった。よっしゃー。めっちゃ弱かったな。なんでサイレスになったんだろうね、でも。お前がセリオスとかいう小僧か。よくぞ生き残った。だがお前の命もこれまでだ。なぜアグダムを助けなかったのか聞きたそうだな。メイドの土産に種明かしをしてやろう。ギルモアの涙はアグダムだ。ギルモアの星はお前が持っている。お前とアグダムが戦えば必ずどちらかが倒れよう。その後に傷ついた者を倒し二つの石を手に入れる。どうだ、分かったかな。お前もアクダムも俺の策にまんまと乗せられたわけだ。さて、おしゃべりはおしまいだ。アグニージャス様第二のしもべ、ショー・ベラミス様が、あの世へ送ってやるわ。うわ、また戦い。王は問屋が下ろさねえで。ゲイル、ルナ、ソニア、おうち、ご無事で何よりですか。ベラミスとやら、私たちがいつまでもおとなしく待っているとでも思ったのですか。しまった、貴様らのことは計算に入っていなかった。ショーベラミス様としたことが。おめえバカじゃねえのか。そのぐらいのことはアクダムでもわかるぞ。こうなっては仕方がない。貴様らまとめてあの世へ送ってやる。面白い。ソニアがやばいっすね。うわ、なんかアクダムよりめっちゃ強そうじゃないですか。なんか雑魚キャラの割には。さあどうしましょうかね。なんか魔法とか使ってきそうなルックスですけどね。よし、ここはダナム使ってみますかね。よし、ダナム弱いんすよね。一撃で死にそうな勢いなんですけどね。どうしましょうか。なんか魔法使ってきそうな気がするんだよな。ここは素直に呪文なんかあったっけ。状態上げる魔法とかね。防御力をちょっとキュートでソニアの防御力上げてみましょうかね。ああ、やっぱり魔法使ってくるタイプだ。試練で効かないだろうな。ユナムはどうしようかな。ヘビタル使うか。
からサイレンスを使ってもいっちゃいいんですけどね。サイレンス使いますか。力押しできたら余計厄介だったら困るしな。もう一回ヘビだな。それでも戦いに行きましょう。呪文フェース4。でも勝ったぜ。氷の杖だ。やったー。これで杖シリーズ4つ揃ったんだな。あのいつか状態のあのキュールフラムイグダンか。よし、解放した。解放しました。これで総合も解放しました。そんなに敵と戦わなかったな。雑魚敵もそんなに。よっしゃ、レベル上がった。まだ1000超えないか、ソニア。まいったな。ほうほうほう。よしよしよし、いいこっちゃ。第4章、おっと、第4章クリアしました。よっしゃ、ボスボスボスだったな。ボス3連発だったよ。セリオス王子、お風呂であった。ところでディーナが、それが私から話しましょう王子。陛下、実はディーナ姫のあのアクダムが砂漠の真ん中に置き去りにしてきたようなんです。なんてことだディーナ。国王様、ディーナ姫が。ほらほら、ついて話さんか。ディーナ姫を見つけたのです。何、どこにいるのだ。はい、エメの町です。エメの町に奴隷商人が来たんですが、その連中の連れていた女の中にディーナ姫がいたのです。なぜ連れてこなかったのだ。それがディーナ姫は話ができず記憶もないようでして。でもあのお顔は間違いなくディーナ姫でした。そうか、よくぞ見つけてくれた。あの国王様、ご褒美の方は。おお、そうだな。一階にクレアがいるであろうから、クレアからもらってくれ。陛下、僕はエメの町にディーナ姫を迎えに行ってきましょう。お、そうしてくれるか。やはり頼もしい王子だな。いろいろと迷惑をかけて申し訳ない。ディーナをなんとか無事に連れ戻してきてくれ。もう早く行きましょう。そのことを二国は合併してファルディスという国でも作られたらいかがでしょう か, ですか。なるほどね。ファーレン王国とソルディス王国を合併しようということですね。二人がご結婚なされたらどちらに行かれるのですか。
プレディス君ですか、それともパーレーンですか。パーレーンはでもあのありさまなんで、どうなんでしょうね。ソルディスに今日構えた方がいいような気もしますけどね。よしよしよし、わあ、なんとかどうかリーナを連れ戻してください。うちの兵士たちはちょっと頼りないみたいですから。確かに褒美とか言ってるもんな。ツリオス様でしたらリーナ姫と似合いですよ。結婚式は楽しみにね。よっしゃ、またクリア様も怒られてしまいましたよ。奥様ファーレンで一体どのような教育を受けになられたんですか。今度時間がありましたらご枠の方もぜひとも教えてくださいませ。人気だセリオス王子、いいことだ。よしセリオス王子も、さあそしたら次回はエベの町ですね。エベの町に行って奴隷商人に会って、まあ、ディーナ姫を連れ戻すっていうところからスタートになります。はい、というわけでちょっと時間もいいところなんで今回第4章クリアいたしました。第5章の怪しき光の塔をですね、また次回プレイしていきますので、今回はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。